はい、こんにちは。おはようございます。今日はフレークの、私なりの詰め方というか、吸い方をやっていきたいと思います。リクエストをいただきまして、フレークの詰め方をやってほしいということだったので、やっていきたいと思います。で、今日使うフレークは大秘のフレークを使ってやっていきたいと思います。とりあえずまず開けますか。で、私もですね、すごいフレークを、大地のフレーク好きなんですが、すごいかなり今の吸い方に落ち着くまでだいぶ紆余曲折しまして、なんかフレークすごくめんどくさいっちゃめんどくさいんですよね。いろいろこうリボンとかじゃないので。で、実は YouTube とかいろんな動画サイトの方でですね、 YouTube なんか特にそうなんですが、海外のフレークの吸い方とかもあったりするので、そちら見てもらっても参考になるかと思います。で、じゃあやっていきますね。で、いろいろやり方はあります。フレークに関してはリボンとかだったら当然そのまま詰めるだけなんですけども、フレークは板状なので、どう詰めるかっていうのは人それぞれ多分だいぶ違うと思います。で、あくまでここからは私のやり方なんですが、どうすかな。じゃあ、とりあえず順を追っていろいろやってみましょう。まずですね、折りたたんでるっていう人も中にいます。で、折りたたむ方法はいろいろあると思いますが、ですね、私は昔やってたのは、海外の道具サイトでちょっと参考にしたやつで、Z メソッドってやり方なんですが、まずフレークをですね、3分の1こう折ります。こんな風に。そしたら今度はこっちを逆側にこう折るんですね。こう Z 字みたいな感じになるように、こんな風に。で、これを折った状態のままこう丸める。こんな感じで、これをこのままスポッとこう入れてるでいうやり方をやってました。過去はやってました。ただしフレークを折りたたんでするとゆっくりこう燃えてくれるので、非常にバージニアの甘みとか旨みとかがよく出せるので美味しくなると個人的に思ってますが、フレークをこうやってするとですね、火付き日持ちがあんまり良くなくて、慣れるまではある意味上級者向けのテクニックかもしれません。ちょっと私はこの方法がやってたんですけども、最初やった時に思いっきり煙突燃えしまして、こんな方法をいろいろやってみたんですが、結局私にはちょっとあんまり合わなくてですね、この方法は今は私はやってないです。で、他の方法としては、ほぐして吸うって方法ですよね。で、私はほぐして吸う派なので、どうするかっていうと、さっきのフレークですけども、あまりですね、こう、繊維を壊さないように、こう、雑にほぐして、さっきのフレークなんですが、雑にほぐしたのをパイプにふわっと詰める。雑にほぐしたのを軽く丸めて、こんな感じ、雑ですね。パイプにこう軽く詰める、私流のやり方ですね。雑にほぐして軽く詰める。こんな感じ、私流のやり方です。で、
よっと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 。で、ほぐした時にちょっと細かい葉っぱがポロポロ出るので、これを最後に細かく揉んでほぐして、で、これを火付け用の、火をつける時のですね、つきやすくなるように、ちっちゃいこう、粉というか、細かいのを最後に上に乗せて、上に乗せてですね、で火をつけると、というような感じで、ダイユのフレークに関しては私はこうやって吸ってますが、ちょっと同じフレークなんですけども、少し違う、あ、まだ最近ちょっとまだ買ってないな、HH ドールドダイクファイアド、これマクバリのタバコですけども、今のタバコ私結構好きで買ったりするんですが、そっちの方はですね、私ほぐさずに、折って捨ててるじゃない折ってパイプに詰めてます。折ってちょっとちっちゃいパイプの方に口径がですね、折ってちょっと軽くひねってちっちゃいパイプにスポット入れて火をつけてます。でフレークタバコはちょっとまあ形がフレークなので、いろいろやり方はあると思います。ほぐして吸う人、折りたたんで吸う人、さまざまあると思います。あとですね、徹底的にそのほぐしても細かくしてからこうよく揉んで入れる人もいますし、ハサミでですね切って入れる人もいるそうです。ハサミでこう切ってちっちゃい板状にしたのをこう重ねるようにしてパイプに入れるっていうような人もいるそうです。ですのでまあ、パイプ喫煙はまあ趣味なので、やり方はいろいろあると思いますけども、好きな方法で、まあ、自分でこの方が合うなってやり方を見つけるのが一番かなと思います。で、そうだな。フレークって言っても、こういう大きさのフレークもあれば、もっとちっちゃいフレークもありますし、逆にこう、一枚の長いこうフレークになってて、こう折りたたまって入ってるようなやつ。例えば、オーリックのゴールデンスライスとかですね。そういったのもあったりするので、フレークと一言で言っても様々です。ので、好きなタバコの吸い方をですね、皆様見つけていただければと思います。で、私こんな動画ですけども、海外じゃないな、パイプタバコフレークとかって入れると、YouTube でも結構いろんな動画出てきますので、そういったものを見ると、より参考になると思います。で、そもそもなんでリボンじゃなくてフレークとかにするのかって考えたときに、勝手な私の想像ですけども、おそらくはそのフレークだとゆっくり燃えるので、ゆっくり燃えてほしいような銘柄とかにフレーク使ってるんじゃないかなと思ってます。で、なんでそうするかって言ったら、多分ですけども、まあ、ゆっくり燃えてほしい銘柄にゆっくり燃えてもらわなかったら味が損なわれるわけですね。で、当然タバコ会社としては美味しいものを美味しく吸ってほしいわけで、じゃないとリピーターがつきませんから、多分そういった意味でやってんのかなと勝手に私は解釈しています。フレークは。ですので、まあ、ほぐさずにそのまま吸うっていう風な方が本来としては、折りたたんで吸うっていうのが本来としては、もしかしたら、筋というか、目的なのかもしれませんが、まあ、美味しく吸えれば、私は何でもいいと思ってますので、皆様のパイプスモーキングスタイルを
確認させていただければと思います。で、パイプタコは一生かけて楽しむようなものなので、一生ところがまあ10年とか20年とか30年とか長い時間かけて楽しむものなので、まだフレークの吸い方とかよくわからんとか決まってないとかっていう人も焦らずにですね、じっくりいろいろ試していくのが一番その長いようで短いと思います。私もあっという間に1年半ですか以上ですけども、パイプタバコ始めて過ぎましたので、そういったことでそんな風にして自分のスタイル確立していただければと思います。はい、と今日は長々となりましたが、今日は私なりのフレークの詰め方について話しさせていただきました。はい、ではコメントとご意見ご要望等があればいつものように下のコメント欄の方にお願いします。では次の動画で会いましょう。